なんかさ、たまにアーカイブちょっと確認したいこととかがあって、自分のアーカイブを確認するときあるんだけど、マジで自分の声聞いてなえる。うわ、今の声めっちゃぶっさーみたいな。だからみんなから綺麗とか可愛いとか言うと、ふんふんってなるんだよねー。アイス。親、誰か来た。ヘンおお、すーちゃんや。ちゃん。何してんの？何してんの？何してんの、すーちゃん。歩いてたよ。まちょた、うど今、あ、違う違う、また家事のか？違う違う、今ちょうど家から歩いてきたところ。行かもうない家事よ。のやめたんか？やめた、見て、だって後ろに銃背負ってるでしょ？ちゃんとラストしてるおよ、前今 AK 回。背負ってるやん。そうや、AK 背負ってんだ。だからね、おーい。もうギャンブルなんてものはしてない。ラストを今回は楽しんでるよ。楽しい。おー、偉い。偉いでしちゃょ。んと構成したんや。そうそうそう、めっちゃしたよ。俺にあれ聞かせてあげるわ。何何？これマジでレアやから。聞きた金田一正行さんのい。ボイス。聞く。夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたこれマジで、俺全部買い占めたからこれ。めっちゃうまいね。マジ。わ、おい真司このさん。二人とも聞いてくださいよ、僕のこの悲劇を。昨日、一昨日の探して、このサーバーに来たんですから、二人を。僕、あのね、突然一昨日、可愛い仲のいい女の子で、あんま連絡も取らない子から連絡来て、誰の送ったそれ。BGM 来た。続けてねえよ。続けてねえだろ、これ。で、そのね、可愛い女の子から、可愛い女の子から連絡が来て、いや、誰の歌なん、それ。これ、金田一正行さんの。やっと聞けた、やっと聞けた。ごめん、誰な続の、けて。金田一正行は。続けれないよ。そうで、可どうした愛いの？女の子からね、突然さ。突然ですよ、3ヶ月ぶりぐらいに連絡が来て、そういえば別れたって連絡が来たの、いきなり。で、だから俺はご飯でも行きたいんかなと思って話聞くって言ってて、ご飯誘ったら未読無視されたんだけど、これ俺が間違ってる？行きたいわけじゃなかったです。まあ、とりあえず一回飲み込んでほしかったんじゃない？ああ、なるほどそんなね。すぐあ、飯そうにいうパターン誘うんもじゃある。なくて、聞い一て回ほし聞いかてっただから、け。で、そっ電話とかしかてあら、げなんればよか、かった。もうちょっと積もる話になりそうやったら、よかったら今度飯行った時ああ。に聞こうか、みたいな。なるほどね。これが恋愛伝道師か。会いに来てよかった。だじゃあから、ちょっ多と分今のムー聞ブかせてもらっは、ていい？ちょっと夢シンディさんの今のムーブでは、マジで。ああ、違うんだ。違うね。そのムーブなるほどね。ちょっとがっつきすぎみたいに思われちゃったか、正味。ああ、なるほど。ちょっと次からその機会があったら、ちょっとどうしよう。ああ、すっきりした。よし。ずるいわ、それ。え、寝た。あれ？
え話聞いて欲しかっただけやばやばいって。というかところで40スクラップ持ってない、うんうん、あれおい、あ、違う違う、もちろんそれは見返りはある。うん、違う違う、そうじゃない、そうじゃないそれずるいって全部使えるやんそれ全部で使えるやんそれ持ってるだけでずるいって。それは違う。あ、歯抜け声声か。違うよそれは。へいちゃん、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 スクラップちょうだい。違う違う、あ、ダメか、ダメか、ダメか、聞かないか。ああ、鍛えられてるわこの人精神が。もハヌケモヤゴエに屈するときはもう終わったの、終わっちゃったのかな。いや、じゃあできてないっす。あ、できてないんだ。できてないよ。はぁーはぁーはぁー、違う違う、そうじゃない。誰か。で、馬の蹄鉄買いたい。違うわ。蹄鉄買いたい。え？蹄鉄買いたい。馬につける。なあ。そう、これスミレの馬やねんけど。なあ。そう。置いてるよもう下に。ええー。ほんとほんとほんと。ありがとう。